ナンバーワン平野市用、香港でのルイ・ビトン賞参加。持ち用の大陸進出中国ファンが熱狂。平野市用のルイ・ビトン賞参加、中国進出の新たなはじめふ。11月29日、元キングプリンスへのメンバーであるナンバーアイの平野市用十六が自身のインスタグラムで重要なアナウンスを行いました。 それは、翌30日に中国・香港で開催されるルイ・ヴィトンの2024プレフォールメンズファッションショーへの参加です。この驚きの動きは、中国での平野の人気をさらに高め、彼の大陸進出の新たな展開となりそうです。ルイ・ヴィトン賞への招待と香港の夜景、平野のインスタグラムで共有、香港特別行政区の有名な アベニュー・オブ・スターズで開催されるルイ・ヴィトンのファッションショーへの招待を受け、平ヤは期待と興奮を込めたコメントをインスタグラムで披露しました。その中で彼は明日のショーを楽しみにしながら綺麗な街を見ながら過ごしたいなと思います。と述べ、ヴィトンの赤いバッグを手にアベニュー・オブ・スターズの夜景をバッグにした写真をシェアしました。これに対して、 ファンからは歓喜のコメントが相次ぎ、香港の夜景に負けないくらい輝いてる、紫輝くん香港簡単ふ、リトンのショーに行くみたいだけど、ご招待されたのかなといった声が SNS 上に広がっています。中国進出への布石平野仕用の中国での知名度。平野が香港のイベントに招待された理由については、 彼が2022年9月に発売されたファッション誌、エルジャパン、デビトンのコーディネートを披露していたことが関係している可能性があります。すでに海外進出を目指していた平野にとっては、この正体は新たな目標に近づく一歩と言えそうです。中国でも平野仕様は知名度を誇り、中国最大の SNS プラットフォームである、美広氏、b 坊、 では彼のフォロワーが千万人を超え、ファッションショーに関連するアンケートでは中国の人気アイドルに匹敵する圧倒的な支持を受けています。中国での人気、平野には、持ちよう、の称号が与えられる。中国では平野が、がべえ。 と呼ばれる言葉で表現されるアイドルへの仕事獲得への期待が高まっており、その実績から、もちもちや、もちようといった愛称で親しまれています。彼の名前を中国語で発音すると、ピジーとなり、ネットスラングとして、神ってるという意味を込めて呼ばれています。 これは平野が滝沢秀明氏が立ち上げた、とべ、に参加してから約5ヶ月で中国進出を果たしたこととも関連しており、今後の展開に期待が寄せられています。中国市場攻略への成功の予感、平野仕用の快進撃は続く。平野仕用の香港でのルイ・ビトン賞参加は、中国市場への進出において重要な一歩となりました。 彼の人気は日本だけでなく中国でも絶大なものであり、その存在感が世界に広がりつつあります。中国市場は数億人規模のファン層が存在し、平野がその一部を獲得することでグローバルな成功が見込まれます。都米への参加をきっかけにした平野の中国進出は今後ますます注目を集めそうです。 その成功を受け、日本のアイドルがアジアや世界市場に進出する新たなスタイルが確立されつつあります。これからも平野仕様の活躍から目が離せません。